これゆみちゃんですね。ゆみちゃんのお店です。中でも食べれます。一度、ここにも許可した食べに来ようかなと思ってます。ゆみちゃんです。ビールをまず頼んでしまいました。ゆみちゃん部屋の中に入ってます。こんな感じですね。外もあります。外の方がどっちかというと、風が通って涼しいですかね。こちらの方はなんか、結構暑いです。ゆみちゃんで料理作ってます。ゆみちゃんのメニューです。すごくやっぱり安いですね。日本語で写真も載ってるので、すごく食べやすい、頼みやすい。そもたも食べました。パパイヤサラダですね。美味しいです。大好きです。トミヤムクンが来ました。卵の柿ですね。一緒に来てる方がすごく柿が好きなので、どこ行っても柿を頼みます。卵と柿です。すごく、エビが入ってます。非常に美味しそうです。で、空心菜の炒め物ですね。空心菜、これも美味しいです。野菜たっぷりで空心菜、真ん中が穴が開いて、空洞になっているので空心菜です。すごく美味しいです。ビールを注文したんですけど、氷がついてきます。必ず、ビールに氷を入れる。ナムケンって言います。ナムケンを入れました。マンゴーを注文したみたいです。マンゴー食べてます。